イズ・インフィニット・ストラトスは、ユズル・イズルによる日本のライトノベル。および、これを題材とした、アニメ・漫画作品。ユズルのデビュー作でもある。イラストは、沖浦チョコが担当。累計発行部数は、アニメ放送開始後の2011年2月時点で120万部。2013年12月時点で220万部を、突破している。2009年5月。 MF 文庫 J にて第1巻が刊行された。2010年3月には第4巻の帯で赤星賢治の作画によるコミカライズが発表され、月刊コミックアライブ2010年7月号より連載が開始された。2010年6月発売の第5巻帯にてテレビアニメ化が発表され、2011年1月から同年3月まで放送された。 2011年4月に第7巻が刊行されて、以来、続刊刊行が途絶えていたが、2012年12月29日には、出版レーベルをオーバーラップ文庫へ、イラストレーターをチョコへそれぞれ変更し、続刊刊行や関連事業を再開する、イズ・インフィニットストラトスプロジェクト再起動が発表された。2013年4月20日には、ステージイベント、IZ オールナイトフェスティバルにて、 テレビアニメ第2期の制作が発表され、新、コミカライズも、同年5月発売の、月刊サンデージ X2013 年6月号から、有機炎の作画による連載が開始された。女性にしか反応しない、世界最強の兵器、インフィニットストラトス、通称、イズの出現後、男女の社会的な立場が完全に一変、女尊男比が当たり前になってしまった時代。 主人公のオリハンヒトナツは、自身が受ける高校の入学試験会場を間違えて、伊豆操縦者育成学校、伊豆学園の試験会場に入室。そこにあった伊豆を男性でありながら起動させてしまった、ため、強制的に、伊豆学園に入学させられてしまう。世界で唯一伊豆を使える男であるヒトナツは、彼以外が、全員女子の伊豆学園生徒たちにとっては、興味の的。 様々な出会いや再会を通し、一夏の善と多難な日常と、伊豆をめぐる、戦いの日々が始まる。声はアニメ版での声優を表し、特筆することがない限りオリジナル、英語版の順に記述している。主要メンバー一年一組主要メンバーの所属する、クラス。ストーリーが進むにつれて、専用気持ちが増えていき、第9巻では、 縦なしの移行により専用気持ち全員が集結した。生徒会その他の生徒教員本作の軸となる存在。正式名称、インフィニットストラトス。ストーリー開始の約10年前に開発された。宇宙空間での活動を想定し、開発されたマルチフォームスーツ。開発当初は注目されなかったが、タバが引き起こした白騎士事件によって、従来の兵器を量駕する。 圧倒的な性能が世界中に知れ渡ることとなり、宇宙進出よりも飛行パワードスーツとして軍事転用が始まり、各国の抑止力のようがイズに移っていった。イズは、その攻撃力、防御力、機動力は非常に高い究極の軌道兵器で特に防御機能は突出して優れており、シールドエネルギーによるバリアーや絶対防御などによってあらゆる攻撃に対処できる。 核となるコアが特徴。肩、腰、胸、腹,腹部、アーム、レッグに装甲が装着される。また、空を飛ぶことができるようになり、背中にはカスタムウィングと呼ばれる飛行用の翼が付けられる。前述のシールドエネルギーの存在から余計な装甲が必要ないため、搭乗者の姿がほぼ丸見えな形状だが、身体全体を覆う全身装甲が存在する。 イズには武器を量子化させて保存できる特殊なデータ領域があり、操縦者の意思で自由に保存してある武器を呼び出すことができる。ただし、すべての機体で量子変換容量によって装備には制限がかかっている。ハイパーセンサーの採用によってコンピューターよりも早く思考と判断ができ、実行へと移せる。イズは自己進化を設定されていて、 戦闘経験を含むすべての経験を蓄積することで、イズ自らが自身の形状や性能を大きく変化させる、形態移行を行い、より進化した状態になる。第三形態までが確認されている。コアの真相には独自の意識があるとされていて、操縦時間に比例して、イズ自身が操縦者の特性を理解し、操縦者がよりイズの性能を引き出せるようになる。イズには、 謎が多く、全容は明らかにされていない。特に心臓部であるコアの情報は、自己進化の設定以外は一切開示されておらず、完全なブラックボックスとなっている。原因は不明であるがイズは女性にしか動かせず、それが原因でこの世界は、女尊男否の世の中になってしまった。唯一の例外が一夏であり、彼が男性でありながら、なぜイズを動かせるのか。 開発者であるタバでさえも特定できておらず、すべてが謎に包まれている。イズに関する教育は、女子の場合は、適正検査を受けた時期にもよるが、早ければ、小学生のうちから学習を始める。男性の場合は、オーリハ一夏が現れるまで進めると、すれば技術畑のみだったため、趣味で調べるか、先行科目となる高校生から、大学進学後からだった。そのため、 一夏の場合は、伊豆学園入学が決まってから授業に追いつこうと、必続の参考書を渡されたが、本人によると、古い電話帳と間違えて捨ててしまうくらい、分厚い代物だった。コアを製造できるのは開発者であるタバのみであるが、ある時期を境にタバはコアの製造を止めたため、伊豆の絶対数が467機となり、専用機を持つものは、特別扱いされることが多い。なお、 この機体数はあくまで公式上のものであり、ゴーレムなど秘密裏に存在する機体、コアもある。コアの数に限りがあるため、新型機体を建造する場合は既存のイズを解体し、コアを初期化しなくてはいけない。主に代表操縦者及び、代表候補生や企業に所属する人間に与えられるイズ。最初から、パイロットの特性がコアに入力されているわけでなく、初期化。 最適化を経て、専用機としての性能を発揮する。また、イズそのものが量子化することができるため、普段は、待機形態と呼ばれる形で持ち運びされている。待機形態は普通は、アクセサリーの形状になるが、どのような形になるかはパイロットからは決定できない。さらに、イズの走行を部分的に展開することも可能。機体カラーは突起するもの以外、基本的に、 機体名を踏襲していいるるアニメ版では伊豆に若干の違いなどがある国家代表や代表候補生に与えられる最新鋭の試作機である専用機とは違い第二世代機として実戦配備されている機体。伊豆学園でも専用機を持たない一般生徒の訓練用として貸し出されている。不特定多数のパイロットが使用するため初期化 最適化の機能はオフになっている。別名、プロジェクトモザイカ。遺伝子操作により最高の人間を作り出すという計画。天然素体であるシノの、これ、束が確認されたことにより、計画は放棄、凍結された。2014年現在、第2期まで放送済み。2008年9月に、サテライトから独立して設立された。 8ビットの初単独制作作品である。主に人物をアニメーターによる手描き、イズなどのメカニックを 3DCG による描画と描き分けた上で組み合わせているが、イズの戦闘シーンでは、引きの絵になると、人物も 3DCG で描かれている。c d b d DVD 第1期はメディアファクトリー、第2期はオーバーラップから発売。第1期の BD。 DVD 第1巻第5巻の初回限定版にはキャラクターの名前が冠されている劇中 BGM をモチーフにしたキャラクターソングとスーパーストリームの各キャラクターのソロバージョンが収録された CD が付属している。ラジオイズ2011年1月1日から同年3月26日まで放送された全7回。また第8回からはラジオイズ延長戦のタイトルで 2011年4月9日から同年5月21日まで超 A&G で簡易動画付きで放送された。その後、原作単行本題発刊 DVD 付特装版にはテレビアニメ第2期の制作決定を記念して再起動ラジオイズが収録された。テレビアニメ版 BDDVD の第1巻にはこのラジオの番宣的内容となっている。 出張版が収録された。また、第6巻に、第1回第3回、OVA、恋に焦がれる60層に第4回第7回を収録した DVD がそれぞれ初回特典として付属している。なお、ラジオイズ延長戦はメディア化されていない。ラジオイズ22013年10月12日から、同年12月21日まで放送された。全6回、パーソナリティは、 月替わりで交代。2011年6月5日に横浜ブリッツにてアニメ第1期 BD ・ DVD 第1巻購入者限定のチュープレイベントイズワンオフフェスティバルが開催された。司会は日本放送アナウンサー吉田久則。本イベントを収録した BD ・ DVD は2011年10月26日に発売された。 2014年4月13日には東京ドームシティホールにてアニメ第2期 BDDVD 第1.2巻購入者優先申し込み制のイベントイズワンオフフェスティバル2が昼夜に無制で開催された。司会はサラシたてなし役の斉藤千和。本イベントを収録した BDDVD が2014年9月24日に発売された。 2012年3月にはボイスを取り下ろした、イズボイススケジューラーが発売された、イズ、インフィニットストラトス2に関するカテゴリー。ありがとうございます。